渋沢誠一郎から1912年8月30日は、江戸時代末期の豪農出身の武士、明治時代の実業家。将軍、徳川義信の奥雄筆、将棋大統領などとして活躍し、旧幕府軍にあって函館まで交戦し、新政府軍に投獄された。後、実業家として活躍した。重帝、渋沢栄一の協力もあり、開米問屋、 キート貿易の渋沢商店を経営するほか、東京商法会議所設立発起人、深川商売市場初代創業時、東京商品取引処理事長、大日本人造肥料取締役などを務めた。意名は英明、号は、ロカゲ。明治以降は救命に服して、渋沢気策を名乗った。続籍は、東京府平民。天保9年。 武蔵区日血洗島村の農民、渋沢文左衛門の長男として生まれる。青年に達した聖一郎は、尊能上位の志を持ったいとこの小高淳中や、渋沢栄一らと共に、高崎城乗っ取り計画を計画するも頓挫する。一旦は、江戸、京都へ逃れるが、栄一と共に、源氏元年に、一橋家当主、一橋義信に仕える。 当初は四国一人ぶっちだったが、一橋家農兵の長母係として、各地の農村との交渉役を経て、その功績が認められ、慶応二年に陸軍不長役に昇格して百票の不知米が与えられた。そして、慶応三年に吉信が将軍になると、奥遊筆に任じられ、上京している。慶応四年、母親戦争が起こると、とば、伏見の戦いに参戦した。 江戸帰還後、将軍警護を主張し、自分と志を同じくする幕臣らを集め、将棋隊を結成し、陶取に就任する。3月、有気藩の青山早太らに依頼され、同藩の内紛仲裁のため、織田主禅を隊長とした一体を有気に派遣した。4月、徳川義信が近親場所を江戸から水戸へ移すと、上野からの撤退を主張するが、武闘派の副陶取、 天野八郎との対立が発生し、将棋隊を脱退した。脱退後、勇士と共に、田梨に集まり、新武軍を結成し、5月11日、武蔵区に入間軍反応の農人寺を本営を移す。5月23日、大村藩、佐賀藩、久留米藩、佐渡原藩、岡山藩、川越藩からなる官軍と戦うが敗戦。上州伊に逃れ、草津に潜伏した後、 榎本艦隊に合流する。8月、新部軍の残党と将棋隊の残党が合体し、新たな将棋隊を結成、その頭となる。榎本武明率いる旧幕府脱走軍と共に、江戸地に行き、函館戦争に参戦する。11月5日、金納派が実権を握り、新政府側についた、正木城を攻撃した際、渋沢が、 先人争いの戦闘に参加せず、正木城の金倉から金を持ち出す、軍資金確保を優先したことをきっかけに、将棋隊は渋沢派と、反渋沢派に分裂する。榎本武明が仲裁に乗り出し、渋沢派は小将棋隊となり、渋沢が、東取に就任した。函館戦争終結直前の明治二年五月十五日に、旧幕府軍を脱走、湯の川方面に潜伏したが、 一ヶ月後の六月十八日、首頭投稿した。その後、東京の軍務官救問所に投獄されている。渋沢栄一を、身元引け受け人として謝面されて後、陽明だった奇策を再び名乗り、栄一の仲介で大蔵省に入る。出資後、近代的な養蚕政治事業の調査のためヨーロッパに渡航する。帰国後の明治六年に、 英一に習い大倉省を退職。開トンや明治6年、英一の推薦を得て小野組に入るが、翌年小野組が破綻。明治8年深川に今日構え、自ら渋沢商店を開業。高祖の勤労家により混乱していた、米国物流の再編に英一と協力して取り組む。主に、小野組が証券としていた上新大の米産地から、東京への開米。 委託販売を行うほか、似合わせ決済や、運送保険の制度創設にも取り組んだ。明治11年、A1 の東京商法会議所設立には、発起人として参加。明治14年には、米相場急落で損失を被るが、A1 の援助を得て忍ぐこととなる。明治15年、A1 の深川、横浜での日本最初の倉庫会社創設にも、協力するが、 明治16年には、栄一の勧めで家督を、長男の作太郎に譲り、長男作太郎を、渋沢商店店主とする。後の明治30年栄一が、深川自典倉庫を中心に、渋沢倉庫部を創業する際に、作太郎は、渋沢商店の深川にあった倉庫を現物出資して、協力し、業務は、横浜での金都省に集中することとなる。一方で、 明治17年埋葬場の陶器的な乱高下の弊害を除きたい政府は、帰作と他の有力マイトンや5人に対し、米取引の正常化への取り組みを移植する。隠居のみながら、帰作が中心となって、深川マイトンや組合を組織。明治19年度を組合が、深川佐賀町に米の現物市場として、深川商売市場を創設。帰作は、初代の創業時となる。 キート商明治13年には、渋沢商店の本店横浜には、キート部を置いていた。当時の日本の主要輸出品であり、企作自身が通してその事情にも、詳しいことから、キートの輸出貿易や委託販売を行っていた。明治14年には、同業キート商の瓶を測るため、連合キートに預かり所の開設にも尽力。明治十六年の隠居後も商売には関わっており、 明治20年頃、キート輸出で受け取る用銀の崩壊への換金取引で多大な損失を被ることとなってしまった。そこで再び栄一の援助を受けることとなるが、明治22年栄一は援助の条件として、帰策に対し、相場変動の激しい米、キート取引の第一線からの引退を勧告。帰策はこれに従い、明治23年家督を継いだ作太郎からは分家して、 一家を創設、渋沢商店の経営から完全に離れた。在界活動明治20年、高峰常吉の東京人造肥料会社設立に、際して栄一と共に設立委員に就任。明治27年北海道製朝株式会社設立にも関与。明治29年東京商品取引処理事長に就任。明治30年を栄一と共同で、 都価値開革合資会社設立、初代社長に就任。在会引退明治36年すべての公職から引退。白金台の邸宅で寄生を送る。奇策から渋沢商店を継いだ長男の作太郎と次男の吉和作太郎が、病没して、家督を継ぐが栄一の指導の下で事業を発展させ、渋沢商店をキート貿易でもてぎ、モテギ。 原と並ぶ横浜屈指のキート賞に成長させ、横浜財界で重きをなした。木作は、吉和の活躍に満足しつつ、大正元年8月30日、75歳で死去した。木作に世話になった、多くの米国賞、キート賞が蝶位を表したと伝わる。母所は有天寺。横浜取引所の渋沢作太郎。その右は二代目、若尾育造親族。 ありがとうございます。